どうも、泰造です。さて、今から僕のタチフレンドに会いに行きます。はい、ということで今日のゲストはこの方。じゃーん。はい、ケンテンです。今からご飯行きます。うん、この前、年末に会ったんです。年末だっけ。年末の、あの歯のやつ、うんうんうん、で会って以来。年末、12月ぐらいだった気がする。うん、ね、それ以来。2022年は一発目です。じゃ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 ーん。あ、イケメンがいる。やばい、あの受けの皆さん、お待たせしました。タチアニキケンくんです。タチアニキ、タチアニキだ。もうだって身長182センチ。え、体重って何キロぐらいなの今？どうだろう、88、9。あのインスタで筋トレの動画僕は見てる。いっぱい筋トレのさ、すごいじゃん。いやいや、待って、体ムキムキを。みんなの概要欄にケンくんのインスタグラムのアカウント貼っていくので、ぜひ見てください。あの体が鼻血が出る。体が鼻血見て鼻血が出る。それ僕だけどね。みんな。はい、うまそう。ピロンピロン。うまそう。あ、すごいね、これランチだよ。うわお、すごいよ、いっぱいだよ。長いイメージがあった。まあ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 。そうだよね。うん、じゃあさ、付き合い始めたの。幸せな時ですよ。同棲してる？今一応。あ、もう同棲してた。いいね。知らなかった。幸せなんじゃん。まあなんだろう。あんまりそういう付き合いましたとか、まあまあまあ、そうだぞ、あんまり出さない。わかるわかる。だってさ、なんか芸業界の安室奈美みたいな感じ。それは頭に殺されるから。やめて。アンチはダメです。ごめんなさい。僕の勝手ななんかアスリートのイメージがあるからさ。アスリートじゃない。出会いはどこだったの？バーベキュー。あ、本当。なんか大人数。へえ、そうなんだ。うん、お互いに引かれ合った感じかな。へぇ、心ないけど。どんな感じなの、見た目とかって。全然年下ですよ。あ、可愛い感じだね。そうそう、僕大体ね、ケン君の好み分かってるから。やめや。どんな感じかです。どんな感じが好きか分かってるもんぐらいだ。Tです。Tだね。そうだ、分かる。なんか優しそうだからさ、付き合うと。まあ、あんまり怒らない穏やかでもね。なんかノンケの歴、ノンケの時のなんか歴史が濃すぎて、あんまりなんか人に怒るっていうことがない。そういう人の方はさ、人間関係長続きするよね。なのかな。好き嫌いははっきりしてる。そう。うん。僕は好きだけど。いや、俺も好きだよ。うん。ありがとう。両方に。すごい番組になってきた。じゃなきゃ撮影出ない。ありがとう、嬉しい。仕事は今何してるの？今はあれ、ね、夏のサロンでやっぱり働いてます。経営者。いえ、違います。ケン君に脱毛してほしい人は概要欄を見てください。うちあの指名制度ないので。本当？長いよね、僕たち。割りかし長いよ、確かに。いつだって出会いはライブ配信だった気がする。そうだっけ。うん、もうだいぶ前だけどさ、ライブ配信だいぶやってないの、僕。うん、そんな暇ないよね。うん、なんか仕事に追われる毎日。某アプリでそうそう知り合ったんですけど、配信で、うん、あの時は僕も
結構毎日のようにやったけど、今もないね。だって俺ブルドーの広告やったじゃん、あれモデル、うん、ギャラいくらだったと思う？2万か3万。ああ、やばいでしょ。やばいね。看板に出てるよ。看板ね。ケン君のモデルしてる看板が出てる。大阪でも見てよ。2丁目にもあるよ。うん。あ、じゃあ肖像権とかの契約巻いた。なんかモデル契約渡されたけど、けどその控えもないし。やっぱその業界さ、いろいろあるよ。うん。やめすぎて嫌だ。大ちゃんはいろいろありすぎるんだよ。でもよくはしてもらってる。まあね。いいね、幸せ。全部使えない、うんうん、なんピーの話ばっかり今日はいいよいいよ、まあ、腹割ってる証拠ではあるからね。まあまあまあ、まあ、そうだね。その前の人いたじゃん、うんうん、あ、デザート来ました。今からケンショウ君とデザートあーみそうケン君、今年は何にする？今年、うん、なんか、うん、今年の予定、今年の予定、新しいニューハレスとどっかも出かけ、いや、ちょっとトレーニングを頑張りたい年。ああ、大会で、いや、出ないけど、より過去最高の体を作りたい。いいね、いいねって思って。今度はケン君と僕とで裸にでここに訪れたいと思います。プライベートジムで、プライベートジムで2人でちょっとやりたいと思います。じゃあ受けの方を挟めてあげて、その挟まれたい受けの子は概要欄をチェックしてください。ということで、今夜のゲストはケン君でした。ありがとうございました。お邪魔しました。ケン君の情報は概要欄の方にアカウント貼っとくので、タイプな人はぜひダイレクトメッセージしてください。以上です。お疲れ様でした。